皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。ミンです。マインクラフト実況プレイ、今回は2つ目のエリトラを探しに行こうと思います。ということでエンドの世界にね来ているんですけど、前回見つけたのあっちだっけな。こっち側は何もなさそうだから、こっち側に飛んでいきたいと思います。あ、そこに橋かけたのがあるな。ってことはここまでは来ててあっちに行ってるんだな。いや、まだまだまっすぐ行ってみよう。どうしよう、来る方向間違えたかな。あ、あった、あそこにエンドシティがある。でもシップはなさそうな感じだな。地図作ってくればよかったな。ちょっと後悔してるでもあそこのエンドシティもなんか小さい気がするから、いやーちょっと外れだな。どうせならね、大きいところだったりとかね、そういうところが、いた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 、よかったんだけど、とりあえずここでシルカーボックスに攻撃をしていくと。ほいほい、痛い、出て冬、痛い、出て出て出て、あ、痛い、出て出て、ちょ、それやばい。結構バチバチにやられたから中入ってこう。痛っ、この野郎、痛い、出て出て出て、待って、それ欲しい、ちょ、それ欲しいんだって。ここにいて、痛い、ちょ、痛い、出て出て、どこ行った、あそこにいるね。ほい、オッケー。あ、でもまだ1個しかゲットできてないからな。この辺にいるね。倒せる、あ、ラッキー、落とせた、よかったよかった。これもらってこう。そしたら次は上だね。わ、待って、ブロック持ってきてないから、ここはもうこれで上がっていくしかないな。アスレチックだよ。お、痛い、痛い、あ、打ち上げてくれたから、これはこのまま行くしかないね。ほいほいほい口を開けて、よし、あれ、ゲットできた、3つ目。やばいね、ここで終わりなんだけど。他のところ行くか、探していきましょう。まだまだまだね、64本、あっちから来てるから、いや、こっち側斜めに向かっていくか。ほ、あ、待って、エリトラつけてないんだった。いくよー、こっちの斜めに向かっていきましょう。あとは帰りのポータルも探しつつ行かないとね。なんかあっち側の大陸っぽいけど、ってことはこの辺に生成されてるかもしれないかな。いや、そこまで大きい大陸ではなさそうかも。いや、悲しいんだけど。もうちょっと大きい大陸を見たいよ、私は。どうしよう、全然ないんだけど。でも、飛んでる数値的にはそこまで離れてないのかな。あ、あそこに、あそこに影が見えている。あ、しかもシップがあるか？なさげだな。いや、エンドシティでっか。でっかいね。ちょっとあそこ行きたい。シップはないけど、エンドシティはある。お宝があるかもしれない。こんだけ派生してるとね、期待値高いよ。危ない危ない危ない。はい、はい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 。べべべべべ、やめて。お互いに攻撃してくれ。待って、エリトラの耐久値がちょっと怖いかもしれない。これは、こっちに持っとこう。で、ちゃんと耐久値を戻していくっていう風にしようかな。うわー、ブロック調達してきた方がいいかな。ちょっと思っちゃった。あ、じゃあこっちから行こう。まずは行きます。突っ走る、突っ走って上に行く。はい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 、痛い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 、ちょっと、はいはい、おっと、どこ行った、あそこの上、ほいほい、ちょちょ、オッケー、ゲット。やばいぞ、そこにもいるのね。はい、痛い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 、オッケーオッケー、落としてくれ、お願いだ。あ、落とした、これで2個ゲット。うわ、いるね、かなり上にいる。やばいやばい、ちょ、痛い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 、待って、これね、かなりやばい。ちょっと上行こう、上行こう、おいしょおいしょ、痛い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 、で上行こう、上、あ、ちょ、これ、あ、はいはいはい、痛い痛い痛い、死んじゃう死んじゃう死んじゃうって、死んじゃうんだってば、もうひどい、ここ、ちょっと待って、ちょ、ひどすぎる。一旦あいつら落としてこう。あの子落として、まだいる、あと2、3匹いんのか。うわー、降りたいな、いた。で、この辺のブロックを、痛い、もらっていこう。ではお宝をあげ、ちょっと外にいるな。ほい、うわー、なんか微妙な。で、鉄インゴット、あ、修繕効率強化4と耐久さん、これいいね。こっちは幸運付きだ。シルカーボックス作ろう。これで3つのシルカーボックスを確保。あとでね、色とか変えましょう。いらないものをまずは置いていくと。
そしたらこれを全部一旦こっちに入れとこうか。シルカーの殻とかね。で、こっち見たんだよね。今度はこっち側開けます。せーの、ほい。おお、ダメージ軽減4、耐久3、トゲのよ。マジか、トゲはいらんかったけど、エメラルドはありがたい、ありがとうございます。よし、じゃあ次は左の方。ここからまた派生してってんのかな。してるね。経験値とともにシルカーの殻を私にちょうだい。あ、待って、あそこに、あそこにあるって。いやいやいや、痛い。あ、ちょっと待って、それはやばい。とりあえず上まで行っちゃう精神で行こうか。この野郎、ほいほいほい。オッケー、ゲットー。上には来たけど、あっちにも行かなきゃいけないんだよね。うわ、上まであるな。よし、こっちに行ってしまおう。はいはいはい。あ、ちょい、よし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 。で、ここは何もないのか。帰り道がもうどっちかわかんないんだけど、広すぎてでかすぎてわからんって、こっちは。でも一応松明はつけとく、行ったよって。あとはこっち行ってないな。これやべえとこだ。あー、待って、さっきのところかな。とりあえず一旦さ、こっち開けちゃおっか攻撃してくるから。いきます、せーの、はい。おー、またシャベル。まあ、こっちの方が使いやすいかな。じゃあ続いて上ですね。ここから上どうやって行くんだ。よし、このまんま上がっていこう。で、攻撃をして、おいしょ、もらおう。いいね。あ、エリトラが全部回復した。よさげじゃない。あれ、ここさっき来たところか。オッケー、攻略完了。こっちは反対側に行きます。あー、またこのパターンだよ。すごい。あ、でもお宝がないパターンかもしれない。うわ、目の前。おい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 、びっくりしたな。そしたらここもオッケー。ほいほい。ここからがめっちゃいるところ。あ、いる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 、あそこにいるいる。ほいほい、オッケー。よし、じゃあここでこれを開けましょう。せーの、ほい。うわー、あ、耐久力3。まあ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 、ありがとうございます。全部行ったは行ったっぽいですね。うん、死ななくてよかった。はい、ということで今回ね、エンドシップを探してたんですけど、エンドシティ2つを攻略するっていう羽目になりました。まあ、次回以降もね、まだまだエンドシップ探してエリトラをもう一つゲットしておきたいと思います。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。